チクオドーンは、中世代の中期後期三条期に生息していた、単ユミ類の絶滅した属。単ユミツな十ユミ目、キノドンアチニクオドンカに属する。大型の動物植生動物であった。3、4種が南米とアフリカより産出している。チクオドーンは、強肉食性の獣肌類で、派生的な肉食性十ユミ類に広く見られる。 強力な顎と長い剣士を持ち合わせていた。歯骨や側頭窓が木のン類の中でも特に発達しており、歯骨は下顎の大半を占めていたほか、そこの筋突起も拡大している。一方で耳小骨の配置は新生哺乳類に一方、及ばなかったため、磁界が生えていたのかは不明。木のン類の姿勢は日夜議論が続けられており、未だに統一的な見解は出されていない。 しかしチニ肉オドンのように派生的なキノドン類では、おそらくワニのようや中腰の姿勢か、タスマニアデビルのような若干のぎこちなさが残る直立姿勢だと考えられている。また後ろ足に限ってはすでに新生哺乳類と同様の直立姿勢が確立されていたという指摘もある。模式種の C シ,シアトニクスは1936年にフリードリ・ヒホン・ヒューネによって命名された。本種は、 ブラジルのサンタマリアルイソーやアルゼンチン北西部のイスチュグアラストビラウニオンボンチのチャニャレスルイソーから産出しており多数の頭蓋骨が知られているそのうちホロタイプはドイツの中ビンゲン大学に収蔵されたこの模式種の他には以下の3種が知られているチニ肉オドオンはスタウリコサウルスやエオドロマイウスといった最初期の肉食恐竜 そしてスフェノスクス類のような小型のクルロタル種類と同時代同地域に生息しており、それらと生態形状でニッチが被っていたと推測されている。ありがとうございます。